1997年を振り返ってみましょう1997年はアマゾンにとって重要な年でした。 当社はナスダックに上場しましたが当時の事業規模は比較的小型でしたオンラインの小売店では書籍を販売するのみで年間売上はわずか1500万米ドルでしたそんな中でデラウェアに巨大な倉庫を開設することを発表したことは大胆な決断でした同社はその倉庫がサッカー場3つ分の広さだと誇らしげに述べ創業者のジェフ・ベゾスは全米を巡ってテープカットを行いました 現在アマゾンの倉庫は最大で当時の20倍の規模となり世界中に広がっています同社において興味深いのは世界に大きな変革をもたらしたデジタル企業でありながらもその成功の鍵にはインフラストラクチャーと物理的な世界への深い理解が含まれていることです。 長期思考に関する短いブリーフィングの特別エピソードへようこそ私はベイリー・ギフォードの編集責任者である MB ですこれから30分程度カースティー・ギブソンにアマゾンやその他の企業がデジタルと物理的なオペレーションをどのように組み合わせているかについて話を伺いますカースティは弊社の米国株式チームの投資マネージャーでありアメリカンファンドや US グローストラストのファンドマネージャーですこのポッドキャストは ベイリー・ギフォードの「ディスラプションウィーク」シリーズの一環として録音されましたカースティーに物理的な世界とデジタルの世界がどのように融合してきたかについて歴史的背景を説明してもらうことから始めましょう20世紀のほとんどの時間企業活動は物理的な世界で行われており企業の競争上の優位性は物理的な資産を持っていること。 そして資金を調達するための資本にアクセスできることに基づいていました例えば航航空空宇宙産産業業業やや発電化学工業航空そして新聞や小売などの産業ですその後インターネットの普及により新しいタイプのビジネスモデルである。 デジジタルビジネスが生まれまれしたこのビジネスモデルでは資本が少なくても優れたアイデアを持ち機敏で創造性があり。 優れた才能を引きつける能力を持った企業が強い競争力を発揮し始めました Google で知られるアルファベットを思い浮かべてもらえば分かりやすいでしょう広告データ解析そして人々の交流の場を支援する産業など特定の産業がデジタル領域に移行し始めましたこうした産業は高い収益性のプロファイルやデータの収集と分析ネットワーク効果によって 非常に強固なビジネスを構築し始めました一方物理的な世界でのビジネスも存続していましたが実物資産を有するというその最大の強みは突如として最大の弱みになりました競合他社との競争に備えて守りの姿勢を強めすぎた企業は機敏性を失い新たに登場した競合相手に 追いつけなくなくりましたその他にも例えばレンタルビデオチェーン店のように新たに市場に参入してきたネットフリックスのような企業やストリーミングサービスの出現と対等によってシンプルに競争力が欠けてしまった企業もありました。 過去10年間に見られた世界の変革は主にデジタルビジネスによって牽引されてきましたが私たちは今後も引き続きデジタルビジネスに注目し投資を続けていきたいと考えています一方でデジタルビジネスはその特性上業界によっては大きな変革を起こすことが難しいという課題を抱えています実際に デジタルによって変革が起きたのは限られた業界のみです現在興味深いのは新しい変革の波が勢いを増していることですその変革を推し進めているのは物理とデジタルを組み合わせた新しいビジネスですこのビジネスモデルは今まで変化を起こすことが難しかった業界にも大きな変化を起こす可能性があると考えます 例えば、外食や医療、科学工業、運輸業界なども対象となります。企業を大きく2つのカテゴリーに分けているわけですよね。それぞれについて教えてください。1>, 1つ目のカテゴリーは、資本集約的な取り組みでシステム全体を変えようとする企業です。 アマゾンについてお話しする際に取り上げますが流通機能を一から構築する必要があるほかリビアンやテスラのような電気自動車分野の企業などについては製造工場も建設しなければなりません二つ目のカテゴリーはデジタルと物理的な変革を同時に進める企業ですこれらの企業は既存のインフラストラクチャーを基盤として事業を展開する前提のため成功するためには 既存のインフラストラクチャーの存続が不可欠です例えば通信業界のトゥイリオ自動運転トラックのオーロラフードデリバリーのドアダッシュなどが挙げられますこうした企業は一つ目のカテゴリーよりもビジネスに必要な資本が少ないものの既存の業界に自分たちの取り組みを受け入れてもらう必要がありますでは 1一つ目のカテゴリーのうちデジタルと物理的なインフラストラクチャーを組み合わせて投資する企業に焦点を当ててみましょうアマゾンはその典型的な例ですね そうう。ですね。アマゾンの設立当時を思い返ししてみましょう同社とおおむね同じ時期に設立された eBay は購入者と販売者が集まる場所であるマーケットプレイスを作ることを目的としていましたが当時の eBay が提供したのは単なるデジタル上でのマーケットプレイスに過ぎませんでした一方でアマゾンの目的は書籍を売るこ,とでしたこれまで完全に物理的な世界で売買されていた書籍をオンラインで売りたかったのです 店舗の棚のスペースという制限を気にせずにほぼ全ての本を提供できるという点に大きな魅力がありました。 その後数年が経つとアマゾンは AWS アマゾンウェブサービスのようなサービスへの投資を開始しましたこれもまた結局のところ大量のサーバーという物理的な商品ですデータセンターやクラウドを大規模に提供できるということです Amazon が書籍に参入したのは Kindle が登場する遥か前のことで その当時人々は注文した本を物理的に受け取ることを望んでいましたそのため販売用ウェブサイトや決済プラットフォームさらには決済用インフラストラクチャーの一部といったデジタル領域だけでなく物理的な設備などへも投資する必要がありましたなぜなら販売する本を保管するための場所が必要だったからです 興味深いのは、アマゾンが現在持つ強みが、デジタルと物理2つのビジネスモデルを組み合わせたことに由来していると考えられることです。消費者や AWS を通じてクラウドコンピューティングサービスを利用している企業から見ると、同社はデジタルビジネスを展開しているように感じられます。 しかし実際のところ同社が行うビジネスの多くは自社のエコシステム内での迅速な物流を実現するために新型コロナウイルスのパンデミックの最中にフェデックスの提供しているような他社向けの配送サービスも構築しました。 デジタルの活用により消費者はアクセスの容易化選択肢の多様化そして効率化による価格低下などの恩恵を受けています。一方で小売業という物理的なビジネスにおいては個人への配達のより細かな制御が可能になったことで。 スピードの向上がもたらされました AWS のようなビジネスでは最終的には事業規模を広げスケールメリットを享受することがコストの削減につながります興味深いのは初期のアマゾンはボーダーズなどの書店に脅威として意識されていなかったという点ですねその当時は書店が残存し発展を続けると考えられていました そうですね。既存のシステムはその時代の利点を兼ね備えて確立されているため新たなシステムを作り出すす。ことは難しいですそのため例えばアマゾンが新しいシステムを構築しようとする場合には単にオンラインで本の販売を始めるだけではなくそのサービスを取り巻くエコシステム全体に投資する必要があり成功を収めるまでには時間がかかります。 ここまで Amazon について伺いましたが、物理的なインフラストラクチャーとデジタルインフラストラクチャーの両方に大きく投資している他の企業例を教えてください。 そうですね先ほど電気自動車分野の企業に触れましたがここではリビアンが良い例でしょうリビアンはテスラに追随しながら EV ピックアップトラックを製造する企業であり物理的なインフララストラクチャーに投資していますトラックを製造するためには製造施設に投資する必要があるためです。 製造という物理的な工程は一定程度を超えて時間短縮を行うことが難しくなりますそのため物理的な領域で現在リビアンが克服しようとしている課題は製造過程のスケールアップです固定費用の基盤を活用して長期的に希望する利益率を実現するためにはスケールアップが必要ですその一方でリビアンはデジタル領域にも投資しています この領域への投資ではテスラが先行し車両ソフトウェアのアップグレードをワイヤレスで行えるようにしましまたリビアンはお客様から乗り心地が期待していたほど良くないとの感想があったため車両にソフトウェアのアップグレードをワイヤレス送信しサスペンションの特定の部分の圧力を微調整することでよりスムーズな乗り心地を実現しましたと発表しました。こうした技術は 従来の自動車メーカーが競合するためのスキルセットを持ち合わせていない領域です。 またソルジェンのような企業の例もあります同社は物理的なインフラストラクチャーを統合し様々な種類の化学物質を生産することができる小規模工場を作ることで化学産業において大きな変革を起こそうとしているプライベートカンパニーです小規模な工場で創業できる理由は収量が非常に高いためです合成生物学とバイオテクノロジーの長所を取り入れそれを化学産業でよく知られている金属触媒と組み 見合わせています。また同社はどの酵素が最も効果的に機能するかを大まかに理解するためにソフトウェアを使用しています。つまり研究室で作業を行った後、試験工場に移動し目星をつけた酵素が機能しないことが判明するまで待っているのではなくソフトウェアのモデリングを使用して過去の経験から学習することで反復プロセスをスピードアップさせています。 科学産業の分野ではかなり汚染が進んでいますが、同社では環境に優しい砂糖から作った化学物質を使用していると聞きました。はい、使用しています。同社は石油ベースの製品を使用するのではなく、天然酵素や自然由来のものを使うことができました。 リビアンに話を戻すと同社の SUV は現時点ででは米国でのみ販売されていますソフトウェアとハードウェアの両方に投資する場合初期費用は非常に高くなると考えられますがそれは企業にとってリスクになるのでしょうか高い初期費用は企業にとって障壁となります多額の資本調達が必要になるため 同じ市場を狙うプレイヤーはそう多くはありませんが投資家は早い段階で成功の可能性が示唆された企業に投資する傾向にあります資金調達を必要とするという点でこれらのビジネスにはリスクと課題があります リビアンのような企業にとって興味深いのはテスラが事業基盤を作成していたためにかなりの額の資金調達を行うことができたということです誰もがテスラが大規模な EV 会社を設立し利益を上げることができるとは信じていませんでしたがテスラは成し遂げましたそしてテスラは自ら製造地獄と呼ぶほどの燃料切れ寸前の期間を経験し必死に資金を集める必要がありました 一方リビアンは上場時に約200億米ドルの現金を手に入れましたしかしながら同社は現在約100億米ドルの資金を残しています固定資産を活用するためには多額の出費が必要であるためです1週間1ヶ月1年先の需要に対して十分な数の車を製造しビジネスの利益構造を確立するまでには多くの資金を必要とします しかし少なくともリビアンはそれを可能にするだけの資本を保有していますリビアンについてそこまで確信したのはなぜですかそののの一因はリビアンの創業者の存在です彼は会社の設立を決意し「米国でではピッッッククアップトラックがああるる種の象徴的な車であると判断しましまたリビアンの車」を実際に見たことがあるかもしれませんが「米国では非常に実用的かつ優れており」 非常に速く、乗るのがとても楽しい車だという人がたくさんいます。同社の車は、 たまたま EV であるというだけで EV であること自体は重要なセールスポイントではありません本当に興味深いのは同社の車が根本的に他社の車より優れたより楽しいピックアップトラックであるという点です優れた実用性を持ち必要であればバーベキューグリルなどの様々なアイテムも搭載できますこうした機能によりリビアンを象徴するアウトドア体験やオフロード性能などを可能にしています 先ほど言及した二つ目のカテゴリーであるデジタルと物理的な変革を同時に進める企業のアイデアについて見ていきましょう。こうした企業は物理的な資産に依存しますが必ずしもそれを所有する必要はありません。ドアダッシュなどはこのカテゴリーに当てはまると思います。 そうですね。ドアダッシュは米国のフードデリバリー会社ですがレストランからの食品配達だけでなくコンビニショッピング食料品店かかららののの配達も行っててていいいいます。す。同社において興味深いのは、3つの側面からなるる市場を運営している点ですこのビジネスモデルを機能させるためには市場を構成する全ての側面が立動的に連携する必要がありただ単に素早くたくさんの場所に配達するというだけではありません。 3つの側面とは同社のアプリを使用して食品を注文する。 消費者、レストランや食料品店、またはコンビニなどのサプライヤー、そして社名にちなんで、ダッシャーと呼ばれる配達ドライバーからなりますすべての役割の人々は、同社が設計した3つの別々のアプリを介して、同社とやり取りを行いますしかし、各役割の人々は、最終的に物理的な世界とやり取りする必要があるため、同社はデジタルと物理、両方の世界を理解する必要があります 例えばレストランは注文数調理にかかる時間受け取り予定時間などをドアダッシュに送信し同社はそれをもとに配達員が正しい時間に到着するように調整します食品を温温かかく保つ必要がああるる場合にには実際に温かい状態であることなども確認します配達員へは彼ら専用のアプリを通じてショッピングモール内での駐車場所や利用するエスカレーターの提案を送ります実際同社は注文から配達 までの物流の流れを30の個別のステップと考えていると述べています交通の状況や渋滞店舗の混雑状況などによって日々変化する物理的な環境をナビゲートするためです 企業がどのようにしてビジネスモデルの全体像を捉えているのかは非常に興味深いですがショッピングモールでどのエスカレーターを利用すべきかということも同様に興味深いですねビジネスモデルの全体像だけでなく詳細まで把握できるようになりましたところでドアダッシュは他の企業とは異なる取り組みを行っているようですコミュニティを作ることでより幅広い顧客を獲得するとのことですがどういうことなのでしょうか ドアダッシュは自社の配送センターにも投資していますその配送センターにはレストランなどのサプライヤーが自社商品を配置できるため通常の営業時間外でも消費者がアプリから注文し商品を受け取ることができますまた同社が提供するオンラインコンビニエンスストアダッシュマートの中に自社の在庫を持つことも可能です例えば コカ・コーラの缶はセブンイレブンやコストコで買ってもドアダッシュで買っても同じでありサプライヤーは小売店を利用せずともダッシュマートをを通じて自社製品のの直販を行うことがでできるのです。私が最も興味深くかつ潜在的なチャンスだと考えているのはドアダッシュがより一般的な物流のインフラ企業を目指していることです。 例えば、アメリカの東海岸でビジネスを展開していて、事業拡大に興味があるとしましょう。西海岸に進出したいと思っていても、新しい店舗を設立するためには、多額の資本を投入する必要があり、大きな決断となります。しかし、ドアダッシュへ利用料を支払い、配送センターから自社製品をアプリで提供できるようになったらどうでしょうか。 同社のサービスを利用することで進出を考えている地域での需要を理解しその地域に資本を投入するべきかあるいは実際に店舗を構える価値はないものの同社のサービスが商品を流通させるために有益な方法であるかを判断することができます同社のサービスは夜中に欲しい人にコカ・コーラの缶を届けるだけではなく社会全体のエコシステムに貢献しているのです 素晴らしいソフトウェアとデジタルの専門知識を備えながらハードウェアに依存する企業のもう一つの恒例はオーロラでしょうか。ははい、オーロラは 自動運転トラックの企業です同社は基本的にソフトウェアの作成、設計を行い現在は機械学習のトレーニングを進めています今後比較的近いうちに安全性検証が完了する予定ですこの段階の終了は無人のトラックを道路に走らせることができるようになるということを意味します現時点ではドライバーがハンドルを握っているもののトラックはダラスからヒューストン、テキサスまでのルートを自律的に走行し 製品を顧客に配送していますしかし同社において興味深いのは自分たちが得意なことを見極めるという考え方に基づきトラックを製造していないなことですピータービルトブランドを有するパッカーやボルボトラックスのようなこの業界に何十年も携わっているプレイヤーが存在する場合彼らがすでに持っているスキルセットを活用した方が賢明です。 自らトラックを作る必要はありませんトラック会社と協力関係を築き自動運転トラックの開発を手助けしますというスタンスですトラック運転手の不足が深刻な米国において自動運転技術は重要ですトラック輸送は米国内の物流の基礎となる部分でありその起源は第二次世界大戦直後にまで遡ります アマゾンが配達スピードを速める方針を掲げていることからも需要はますます高まっていますがサプライヤーは不足しており市場にはギャップが生じていますオーロラがやろうとしていることはソフトウェアを提供することでトラックを改善しコンチネンタルのような他の業界のプレイヤーとパートナーシップを結ぶということです。パーーーーートトナーシップををを結んだ企業ははのののの提提供供するるソフウウェェアアくコンピューターなどのハードウェアを提供してくれるので同社は全てれで 費用を自分で負担する必要がなくなりますその費用をエコシステム間で共有できるのです戦略的パートナーシップは非常に重要ですねダラスに行って実際にオーロラのトラックに乗ったことがあると伺いました詳しく教えてください はい先日良い機会をいただき親切に45分間のトラックの運転を体験させてもらいました朝早くに試乗したため通常のトラック輸送路を妨害することがなかったのも幸運でしたドライバーに高速道路まで連れて行ってもらいその後自動運転で出発するのかと思っていましたが実際にはトラックが停車してある駐車場から自動運転が始まりましたオーロラトラトックは 私たちを乗せて駐車場を出発し道路を走って橋を渡り高速道路に合流しました。 ヒロについても同様で走行中は通常のトラックに乗っているような感覚でしたもちろんこれまでにたくさんのトラックに乗ったことがあるわけではありませんが安全だと感じましたし特別な違和感は覚えませんでした時速 90km 強のスピードで止まることなく安全に走行し他の車両の侵入を許したり幅の広い車両が来ると道を譲ったりしていました ここまでデジタルと物理両方の資本に大きく投資している企業と既存企業の物理的な資本に依存しているデジタル企業という2つの異なるビジネスモデルを見てきましたしかしこれは必ずしもあなたの投資仮説を表すものではないと思いますそこで取り上げたい企業が1社ありますこの企業はデジタルと物理両方の領域でビジネスを行いますがあなた方の運用チームは同社のデジタル領域にのみ注目して投資していますね メタですね。おっしゃる通りでメタは物理的な製品も有するという点で興味深いです同社は2014年に20億ベイドルでオキュラスを買収し VR ヘッドセットなどの制作に投資していますがメタのメタバース部門であるリアリアティラボは現在著ししいい損失を出しています。私たち米国株式チームは数年前にメタを売却しましたが最近再度購入しました 私たちは規制事業の妥当性採用という3つの項目について懸念を抱いていたため同社を売却しました一つ目の規制環境は幾分変化してていいると感じています大手テクノロジー企業に対する圧力がないとは言えませんが以前よりは少なくなくっています彼らは米国議会の前で話をし比較的うまく対応していると考えます。 妥当性についいては興味深いものでした以前メタを保有していた時には TikTok が本格的に急拡大し始めており同社が競合するのは非常に難しいと感じましたまた採用の面からは同社にはこうしたサービスを内製できるような才能を持った人材を獲得できないだろうという懸念がありましたしおそらく米国の連邦取引委員会に阻止され TikTok のようなビジネスを持った企業を買収することもできなかったでしょう。しかし同社はこの市場において、現在大変良い成果を上げています。TikTok の競合サービスであるリールの売り上げは、昨年の30億米ドルから成長し、現在年間約100億米ドルの予想となっています。また現在、同社には人材が集まってきています。その理由を考えるため、AI 分野へ話を戻しましょう。 同社は膨大なデータセットを自社で所有しており同社の大規模言語モデルの多くはオープンソースで公開されまたオープンソースを使用して開発されています私がメタについて本当に興味深いと考える点は社外の人がアクセスできないデータセットを使って追加のコンテキストを提供できるということですもしあなたが AI 関連の将来有望なエンジニアで自分のスキルを活用しながら成長していきたいと考える場合 メタはおそらく有力な就職先候補の一つとなるでしょう一度売却してから再度保有したということですねよくあることなのでしょうか 前例がないわけではありませんが必ずしもよくあるわけではありません投資を行うとき私たちは自らの仮説に対する反対意見も持つ必要があります何かを強く信じることができなければなりませんが同時に自分が間違っている可能性があることも認識しなければなりません最終的にメタに関しては売却した後投資根拠が変わったことを受け止めました 一度目に売却を決めた時の見立てが間違っていたということを意味するわけではありませんが反対意見を含む2つのアイデアを同時に持つ能力は非常に重要だと思います長期投資を掲げるベイリー・ギフォード社の平均銘柄保有期間は約8年です長期投資家として売却の決定を下すことは難しいのではないかと思いますチームとしてどのように挑戦しましたかはい、企業の成功を望んでいるからこそ難しい決断となります 私が投資判断を行う際に気をつけていることの一つは立てた仮説が確信に基づくものなのかそれとも単なる願望に基づくものなのなかを見極めることです。確信に基づく仮説の場合は必ずしも望んだようにことが進まなくてもそのビジネスを信頼することができますがその確信が単にこのビジネスに対して願望を持っているだけに切り替わった時その会社を保有し続けるのは難しくなります。 米国株式チームが行っていることの一つは保有するすべての企業について将来の仮説を立てることです将来の仮説とは投資の根拠がどのように進展するかを示したものであり時間とともに変化することがあります私たちが投資の時間軸としてて考える長期の期の間で企業は変化し進化しし進いくからですしかしその投資根拠が根本的に崩れたと見なされることがあればその会社を売却する理由となりえます と願っていても自分自身が感じた危険信号には正直である必要があります今後に期待している企業を一つ挙げるなら何になるでしょうか私個人なら銀行バイオワークスのような企業を選ぶと思います同社は米国の産業用バイオテクノロジー企業で基本的には開発プラットフォームを提供しています生物学はコードで表せるとの考えを持っており 同社のプロダクトから生物学をより深く理解し生物学的ツールを使用して様々な製品を生産できるようになりました現在同社はまだ初期段階にありますがビジネスの潜在的可能性は非常に高いと考えています 彼らはファイザーロッシュメルクノボノルディスクシンジェンタなど多くの大手企業と提携しておりビジネスの信頼性はここ数年でかなり高まっています私たちが上場前の銀行バイオワークスに初めて投資をした時同社のプラットフォームを使用する企業の多くは産業用バイオテクノロジーのスタートアップでしたもちろんそれは素晴らしいことですが同社のビジネスの一環でしかありません最近興味深かったのはメルクやノ ロボノルディスクのようなすでに社内に R&D 部門を持っている企業が彼らのプラットフォームを使用し始めたことです最後に伝えたいことはありますかこれまで述べてきたようなビジネスを構築することは難しいことですご紹介した企業は一夜にして自社の製品を稼働させソフトウェア製品を展開し世界中に急速に広めることができたわけではありません しかし、これらの企業が自社や広範なエコシステムに対して行っている投資は、業界に大きな変革をもたらすだけでなく、長期的にビジネスを持続させるための非常に良い土台となっていると考えています。ディスラプションウィークに参加したカースティー・ギブソンでした。お時間をいただきありがとうございました。 リスクや費用、本映像に関するご留意事項などについては表示画面を一時停止してご覧ください。